他人を愛する能力をつけるには、はい、っていう動画が、はい、うん、まあ、他の動画でちょっと最近上がっていたのではい、はい、なんかこれ私のことですみたいなのが上がってるんです、うんうん、でそれを見てるともう僕は全くわからないんですよ、うん、愛する能力がないって何って、うん、いやその、まあ、LGBT、はい、とかの方でその、うん、異性を好きになることができないっていうのはわかるんですね、うんうんうん、いや僕も、僕はあのなんて言うんでしょう、シスでヘテロだったかな、はい、僕は普通に異性のことを好きになる人間なので、はい、なんて言うんでしょう、もう保育園ぐらいから、もう初恋の時から、はい、その、まあ、恋と愛の問題の違いはあるかもしれないんですけど、うんうん、その普通に人を好きになっていたから、うん、その愛する能力がないって何って感じなんですね。その、はい、愛することができないのと、はい、能力がないのは違う可能性があるかなって今ちょっと思いました。今早口だったな今早口だったな今。愛したいんだけどみたいな、能力がない。でもそれはじゃあ、でも愛してますやん。愛せてないんじゃないですか。でも暴力振る、好きな人をもう認識してるんですよね。好きな人に暴力振るっちゃうみたいな、これは愛してるんだ、あ、だからそういう意味で発言してる可能性もあるかなってちょっと思ったという。 Google で愛する能力がないって打つと、うん、やっぱりなんかたくさん出てくるんですね、うんうんうん、だからその愛する能力がないが、なんか愛することができないは言葉として理解できるじゃないですか。さっき言ったような感じ、好きになってるじゃんみたいな。もう一回言ってください、ごめんなさい。愛することができない、愛する、それは好きじゃないからってことですよね。好きじゃないから、でそれだったら、まあ、まだ理解できるじゃないですか。全然、はい、能力がないって言われると、はい、何のことを指してるのかがピンとこない、はい、で二等兵がさっき言ってたような、人を好きにならないみたいなことを言ってるのか。でね、だから見ると、うん、まあ、ある人は愛するということ、愛は技術と練習が必要というブログも上がっていてですね。あれじゃないですか、やりましたよね。やりましたね。何でしたっけ。愛するということ、愛するということ、エーリッヒ・フロムですね。はいはいはい、はい、でこれを読むと、自分の人格全体を発達させ、うん、それが生産的な方向に向くよう、うん、全力を挙げて努力しない限り、人を愛そうとしても必ず失敗する、うん、というのが、まあ、多分エイリヒ・フロムもこのようなこと言ってましたね。練習でしていけばできるんだみたいなことは言ってたんですけども、うんうんうん、技術だ、技術ですね、うん、ただなんかやっぱりこの自分は人を愛することができないんだって思う人は、うん、やはり一定数いるみたいで、うん、その原因っていうのは、うん、あるところで上がっているブログをそのまま読みますと、うん、まあ嫌われる発達障害の人というのがあって、うんうんうん、一言で言うと、人を愛する能力のない人だ、うん、俺だって辛いんだとか、うんうん、努力してるとか、うん、分からないから仕方ないと言い放つ、うん、その障害の人は、うん、結局自分のことばっかり、矢印が全部自分に向いている、うん、で定型の T の人があってあるのは、多分 T と A って、はい、神経症傾向、はい、そこ、はい、T の人が、うん、あなたのここは迷惑だ、うん、こういうところは直してほしい、うん、あなたのこの態度に傷ついているという話をしているのに、うん、A が、うん、自分だってとか、自分の方こそという言い方をするのは、うん、T の言い分を一切聞き入れていないと、うん、あ僕は A なんですかね。まあ、その神経症傾向の気持ちは僕の中ではあるんですけど、神経症傾向、要は頑張ってるって言われると、うん、いや俺だってやってるよっていうのは、みんなそうだよ、うん、みんなそうじゃん。あ、だからそれが神経症傾向かどうかが分かんないですよね、はい、T と A が何の T と A かが分かんない。要は、まあ、自分のことしか頭にない、うん、自分のだけを愛しているという態度があって、うん、なるほど、そうですね。で A に人を愛する能力があるのであれば、自分の辛さや努力だけではなく、うん、相手の立場や気持ちに考えが及ぶはずであって、うんうん、それは理屈で知るものではなく、うん、あ、だからあれじゃないですか、共感力なるほど。ということは、この、うん、愛する能力がないって思っている人は、うん、共感力がないみたいなところじゃないですか。相手の気持ちを察することができないっていうことを自分で思って、
自分で思ってるっていうか、あ、そっか、分かった、うん、そういうことですね、うん、自分で思ってるというか、うん、結局誰からも、だからこう人に好かれないみたいな、嫌われてしまうみたいな、あ、で愛したいのに、うん、愛したいのに、愛したいのに周りに人がいないっていうことですね、うんうん、でつい人を傷つけちゃうみたいなとこじゃないですか共感してほしいのにって人がこんなことで悩んでるんだよねって言ったら、はいはい、俺だって悩んでるよって言われる激怒ですよそんなこと言われたらはい、はい、そういうとこじゃないですか。でもね、僕はね、うんうん、好きな人だったらそんなことしませんよ、うん、はい、はい、それ好きじゃないって言ってますね愛したい人の前では、はいはい、分かります。でももうここまで分かったらもう解決したも同然じゃないですか。はい、共感、相手の心に寄り添いましょうってことですよね、うん、寄り添いましょうですよ。けっと思っててもなんか、だから寄り添う能力じゃないってこと、寄り添う能力ですよね、愛する能力というのは。俺それを磨きましょうみたいな。あ、そうですね、うん、要は愛するというのは、うん、理解しようと努めることですよね、うんうん、だからけっと思ってたらダメなんですよいや何て言うんだろう、あ、この人辛いんだなって共感してあげることじゃないですかそうですね、はい、あまり理屈はですけどね、話が長いなとか思っても、うん、話が長いねとかオチはって聞かないことですよね。聞かない言葉だし、あ、この人はこんなに苦労してんだって理解してあげることじゃないですかあ、僕もちょっと愛する能力はちょっと低いかもしれませんはい、なるほど、うん、要はこの、まあ、だから今の共感力の話じゃないですか、はい、そうやって愛することができないって思ってる人がいる、はい、愛することができないじゃなくて愛する能力がないか、はい、愛したいのに愛する能力がないって悩んでる人がいる、はい、そこにまず寄り添いましょうじゃないですか。あ、なるほどね、はい、分かった、寄り添う、はい、でもそれは結局、うん、今のその結果は、うん、受け入れ受け入れ、あとはじゃあどう自分がじゃなくて相手に共感していくかっていう話ですよね、はい、相手に共感していくかじゃないですか。で初めにイエスですよね、バットではなく、バットではなく、うん、しかしとか、いやいやいやからじゃなくて、うんうん、否定しないって言いますからね、否定したらダメだ、はい、僕もできないですけど、僕もなかなかね、うん、うん、そういう時はあるんですけども、でもだってしかし、いやいやそれさとかってやっぱりこの言いますよ、言いたくん、うん、いやいやいやって言うじゃないですか、はい、でもそれはもう、うん、相手が落ち込んでるようだったら、うん、で自分が愛したいと思ってるのであれば、うんうん、そこはもう一旦寄り添うですよね、一旦寄り添うです。でこれは技術ですと、うんうん、っていうのはエリヒフロム、うん、だからまあ努力が必要って話ですよね、はいはい、育んでいきましょうと、はい、いうとこですかね、はい、うん。